真田美みゆきは、シナ松代藩の、第十代の藩主。日本の家族、爵位は白爵。血統上は、ダテマサの団形子孫である。伊予・宇和島藩主、伊テ宗成の長男。幼名はホーマ仙台藩主、サナダみ教の養子師となる。慶応2年3月9日、ヤブみゆ教の隠居により、家督を相続した。同年4月25日、15した。 死なの守るに助任した。慶応4年1月19日、旧幕府から交付状態を命じられる。同年1月25日、辞退する。母親戦争に際しては、2月頃から新政府側として行動する。同年3月3日、新政府から交付状態を命じられる。また、北越戦争、藍津戦争へ出兵し、重要な選考を挙げた。これにより、 新政府から小、焦点63万国を活用された。明治2年1月、上落する。同年6月、反石奉還により、地判事となった。明治3年、松代騒動が勃発し、一期税の節油にあたる。明治4年、廃藩地県で面管となる。明治5年4月、横浜港を出発し、欧米各国を視察した。明治6年1月、帰国した。 明治17年に死尺、明治24年に白尺となった、明治36年9月8日、東京で死去した、去年54、ありがとうございます。